停八88強烈3事件は、1858年に日米修行通商条約締結の直挙打診をめぐって発生した、区下による抗議行動事件である。日米修行通商条約締結にあたり、幕府は、水戸藩を中心とした上位論を抑えるために、公明天皇の直挙を得ることにし、老中、堀田正都氏が散大することとなった。しかし、 安政五年3月12日に、関白、九条久忠が、朝廷に、条約の議案を提出したところ、道場区下137家のうち、岩倉智美や中山忠康ら合計88名が、条約案の撤回を求めて、抗議の座り込みを行った。これに続いて、関務、三蓋拭くよと水頭平田職治より、地下官人97名による、 条約案撤回を求める意見書が提出された。その結果公明天皇は条約締結反対の立場を明確にし、20日には三大した堀田に対して直許の負荷を下し、以後条約の直許を頑強に拒否することとなった。直許を得られなかった責任を取る形で、堀田正都氏は老中辞職に追い込まれたほか、九条久忠も内乱職権を一時停止された。 幕府は、井伊直助主導のもとに88人の当事者の処罰に動き、区毛側から多くの処罰者が出ることとなる。江戸時代、区毛社会は禁虫の網区毛諸発度以後の処法令によって、江戸幕府が派遣する京都諸次大による強圧的な統制下に置かれていた。さらに、御石家や武家転送となった、ごく一握りのもの以外、区毛の大多数は、経済面においても内職をして、 収入を得なければならないほど苦しい状況に置かれていた。条約の直挙を打診されたことを契機に、中、下級の区下たちの江戸幕府に対する政治的、経済的な鬱屈が抗議活動の形で爆発することとなった。彼らの動きによって直挙阻止が実現したことは、江戸幕府の権威失墜を招く結果となり、これ以降、朝廷が幕末において、 重要な役割を果たす契機になったと言える。ありがとうございます。